質問力についてお聞きしたいです。たけさんがこの質問は鋭い答えががあると感じるのはどのような質問ですか面接や商談にも通ずるかと。テレビで一瞬一瞬のチャンスをつかんできたた井さんにお聞きしたいです。常連ぶって連出もすみません。質問力そうね。やっぱり。 質問するにも知識がないと浅い質問ばっかりになっちゃうじゃん。その当たり前のことをさ、ずっと聞かれることほど退屈なことはなくてあ、まあ言ったらね。だから、やっぱり質問する人ほど知識がないとダメなわけよ。要は知識がない人がた、たまにさ、あのビジネスの偉い人とかさ、例えばスポーツのさ、あのトップ選手とかにさ、 アナウンサーさんとかさ、なんかあの、その分野の専門知識がない人が平べったい質問してさ、相手が不機嫌になってるのよく見るでしょそういうのはそこなのよ。もう何にも知らねえで質問してんだな、こいつっていうのがあると、まあ、そんなことに時間使うのって思う人が多いから、からそうなるとやっぱりさ、会話が殺伐としちゃうから、つまんなくなっちゃうじゃん。で、あの、対象の人もさ、 ああ、もうな、もうな、こんなこともう言わせんなよって思いながら答えるから感じ悪く見えちゃうし、もう、なんつうの、ウィンウィンの真逆じゃん、もうルーズルーズになっちゃうから、だから、やっぱり知識をしっかり持って、あの、本当にその人とか、その競技とか、その分野とかを、ある程度、あの、なんて言ったら、初歩的じゃないところで、本当に、 何かしら特殊な知識があったり何かしら方法論が必要な解決策を求めてくれる質問じゃないともう当たり前の答えをするしかなくなっちゃうからうーたつまんなくなってきちゃうんだよな。でもまあそんな質問力みたいに言われるとそうやって答えるけど世の中意外と当たり前の どうでもいいことっていうか、あの、当たり前のことを複雑に考えちゃってわかんない人もいっぱいいるから、うん、まあ何でもいいんじゃないと思うけどね。特にこんなのなんてさ、別に誰に見られるわけでもさ、誰に評価されるわけでもないから、皆さんが質問がこう、いまいちシンクってないなとかいうものでも、俺は全然答えるし、うん。 でもたまにこう楽しい質問があるから、あ、この質問は楽しいねって言うようにするわ、俺も。こういうの答えたいねとか。